はい。みなさん、こんにちは。キリュウです。えー、ということで、今回の動画はですね、えー、ボッチザロックリバイバル視聴会、え、第5話、飛べない魚の、えー、実況をやっていきたいというふうに思います。では、早速、予告を見ていきたいと思います。今回は、え、オープニングでジャンプするアニメのことで、キララアニメということで、ございますね。その通り。 それもわかる。これ、本当なのかね本当に。<laughs> 山田お前はもう黙れ <laughs> はい。ということで、以上ですね。 はい、えー、ということで、えー、キララアニメとは何ぞやという、えー、予告でございました。さあ、そして、給料のターンです、ついに。さあ、あの、生活はぶん銀行から下ろしてきたんでしょうね。てか、手渡しであれって感じですけど。<laughs> これって、梅雨の時期だから多分、5月か6月あたりなんでしょうけど、多分、 5月何日入ったんでしょうね、これ。時給がめちゃくちゃ気になる。さあ、すべてが無理期しました。<ん>まだね、回収できないから。<laughs> きついな、これは。 そうこのあたりのまだね起き楽なんですよね。まだこのこの小ザロの下りはまだもうダメダメもうダメです。モチちゃもうダメなんです。 どっかのネタだぞ、これは。それ、それ、それ、パパのギターどっちか。このー、音楽ありましたっけてか。てか、なんでゴミ箱なんだよ。あれ、もしかして、 一人ぼっち東京あたりなのかなわかんないんですよね、全然。ああ、ここいいな。この間がいい。 <laughs> この突然の <laughs> 畳みかけからの <laughs> オープニングも意味がわからないもう <laughs> いいなぁ、バイト。いやバイトしたい人生だったなぁって思いますね、学生のうちにね。あ何故ね、やっぱり障害者というのはやっぱりね、こういうなんか、学生のうちにバイトって結構ね、難しいというかね、感じなんですよ。 はい、まあ、結構ね、あの、高い、結構大変というかね、そう、本当に、あの、ただでさえできるバイトなんてないんで、なんかこう、羨ましいなーなんてね、よく思うわけですよ。あの、庭あたりの概要欄で書いたと思うんですけどね、やっぱり、ないんで。いやー。 学生ってね、あの一万円がありがたいんだよね、やっぱりね。そう、ありがたいんだよ。あ、もうね、ちょっとバイトではないのでね、働いてますけど。前向いたっていうね、北ちゃんの顔がいい。 いや、いいですね。さあ、ということで、えー、毎度恒例の言い回しですけど、えー、今回は第5話、飛べない魚で、えー、ございますあ。ね、ここ。まだここ、あそこ確かなんか、あの、スペースのカットがあったよな、やっぱり。 ここ、いや、ここはさすが聖火さんと言ったところですよ、本当に。うん。まあでも実際、そうだよなってなるよな、って、聖火さんすごかったらしいから。そう、そうそう、ここはね、そうなんですよ。 ここはね、そう、ここの虹かちゃんと顔がね、いいんですよ。顔と演技がね、そう、演技というか、まあ、演技は大さの演技、大ささんの演技ですけど。あら、かわいい。うん。あそこね、そう、あのーち、ちょっとね、この視聴実家でネタバレを含んでおりますので、まあ、ちょっと注意してここからネタバレ言いますけど、 にじかちゃんってね、メンタルが減らっちゃうともう、って感じなんですよね。そう。ここはね、そのにじかちゃん如実に表してるシーンではある。あるんですよね。この、すねて飲んじゃうの。<laughs> ここ。 このドールニジカちゃんがかわいい。さあ、ここは名シーンですよ。マット素材です。さあ、青白くなっちゃったモッチちゃんでございます。これ主人公だよ。動きすぎなんだよな。ぬるぬるぬる動きすぎなんだよな。たまに動くからこのシーン面白いわ。このアニメ面白い。 ここはちゃんと結束バンドって入ってんのかわいらしい。かわいいよな、ほんとに。<laughs> ちゃんと撮ってんだ。戦 <laughs> 闘。 この辺り、現実感なさはやっぱ突っ込みたい人多いんでしょうね、やっぱり。ああ、でもなんか、北ちゃん以外結束バンドって、あの、そこ、ちゃんと出来があるから、なんですよね、やっぱり。だからまあ、曲がりなり上手くなっちゃうっていう。<laughs> おい、おい、やめろ ここ面接で使います。こ,この名言面接で使えるようにジカちゃんの名言ね。<laughs> 正直なのがいいな、ここ。そう、この時点で北ちゃんを気づいてないんですよ。でもそう。 なんだかんだ、初めて気づいたの、北ちゃんだったりしますよね。ああ、あれ、今言って、北島なんて言ったんだじゃあ、あれ、あ、じゃあ、あれはか。ここ、井の頭線の、えー、っと、ん、あの、星座になれたらの、えー、北ちゃんがいる位置から見た、えー、っと、墓地だなんで、ホームドアついてんだよな、もうここだから。まともにね、カットとしては無理なんですよ。 今見るのはね。 北ちゃんのポジティブ政治が会話見えるシーンですねおネタになってたよな <laughs>、うん、き北ちゃんはね 育ちのいいよよ、優しい陽キャなんですよ。いいですね。ああ、出た出た出た。出た出た。出た出た,た,た,た。あはは。あはは。ボケるな、おって。バンドマンの皆さん、これは本当なんですかね教えてほしい。そりゃそうだな。 はっははは。焦 <laughs> <て>た。ははは。いやー、あの、アニメがいい、アニメの描いた以外のところでやっておりますね。大丈夫ですよ。うーん、無理無理。 頑張る、にじかちゃんです。もうね、ああなってるくだりなかったんだよね。うん。これはね、マジンパートですよ。多分、どれやってもこれって、あのー、そう、そうなんですよ。結局、主観でしか捉えられないんで。 何週間、一ヶ月くらい。弟一人としての成長もあるし。 これす何のためにやってんだろうみたいな壁にぶち当たるっ,ってことなんだろうな、これ。このか、ここの表示を変えるところだけ出していのいいな。あ、これ。 なんか、ボサロってこれ時期の流れが全くわかんないんですよね。5月、4ヶ月で12話なんで、あー分1ヶ月3話くらいでやってんですだからこれ1ヶ月なのかなリコリコはあの明確に言ってるんでいいんですけどね。 ここいい対比だよな。光の対比がよくて、よく描いてる。ね。 ここはね、ふうんいいんですよ。ちょっと指示。ここはね、そう。ここで一気に虹に、虹のね、 カップリンがめっちゃ叶えられてるのいいっすよ。絡まれてるの。はい、こんもいいポイントです。ここはね、ここでニジカちゃんに落ちた人はね、多いはずですよ。ここでちょっとボッチャに半分光が当たってますね。ここはちょっとだけボッチャが前向きになったのかな、みたいな。そういうのを表してるのかな、なんて思いますけど。 ここで初めて、原作でも曲が出てる、えー、曲が初めて出てきますね。モノログすっげえ重要だから。さあ、初めて、えー、っと、ちゃんとしたあのバンドの曲というので流れ、初めて出ましたね。 ここね、いいよなそう、演奏シーンとしてはね、あの、よ、よくできてるんですよね、ここは。なんかもうちょいね、こう、全体的に、ズガーって動かしてたらね、うわーってなったと思うんですよ、これは。あのね、ぼっちの成長が見れますよね、ここで。自分でちやほやじゃなくなった っていうのがね、いいんですよ。あ、ここで、えっと、モノローが消えるので、ここで <laughs>、山田と二次勝ちゃんは気づくわけですけど。これは確か、演奏は確か、トレースしてるんですよね。確か、あの、演、演奏してる人の。あ、ぎごちだい来たちゃん。 この北ちゃんイケメンですねうんシーンとしてはねいいんですよまあちょっとあの終わったらちょっとここのシーンはよく喋ろうと思うんですけど はい、で、ここね、え、原作と違うところです。ここで出てます。私たちよくやったよっていう、この顔がいいよな。ははは。ちょっとど、ちょっと。 ちょっと自動って何のいいな <laughs> ツンデレんでれすぎでしょ。やりすぎ、やりすぎ。で、P さんは ?P さん、ただの翻訳係じゃん。 かちゃんの動きいいな頭を蹴の伏線かここでそうにしっちゃんと山田も気づくんですよねと思ったら感動的なシーンかと思いきやダイダウってしまいました このね三度の手はね、ぼっちちゃんの、暴言を表しているわけですけど、いやーまさかここで実写を使うとはね、思わなかったですよ。放送事故見たりやるなよ、マジで。ふふ。ここでは一旦そうなったようです。ダブルな、ダブルな。 嘘こけ。嘘こけ。<laughs> 嘘こけ。アニメを履修してたらみんな知ってる。いや、また実はメンタル弱いんですよ。ここいいなさすが聖火さんですよ、本当に。すごいよなここ。 <laughs> どういうこと怖いよ、セイカ <laughs> ちょっとね、ちょっとせいかさんね、ちょっとヤンキーみたいな感じなんだよね。<laughs> でもまあ、かわいいんですけどね。 <laughs> このあたりなんか顔がちゃんと出てないのいいですね。あるあるある。あの、よくある。ちょっとあえて差が崩してるアニメあるある。で、好きだったんでしょうだってもうパソコンにも書いてたくせに。 これはね、後々ねこ、このセリフの意味明らかになってきますから。妹バカみたいなもんだよな。<laughs> まだまだ。はい。そんな感動は、泣き。なれば怖い <laughs> さあ、ここから、あの、意味不明な、意味不明な絵、え CG バチバチのマットが始まります。 ここマジで、マット素材あ <laughs>、妹、犬、父。はい、ここセカンドインパクトですよ、皆さん。セカンドインパクトですよ、ここ。バここね、伏線ですからね、よく覚えておくように。頑張れ。はい、ということで、終了いたしました。 エンディングは、ええー、この回もカラカラでございます。この歌詞でも適当に考察しますか重大な問題で多分コミュ障のこととかなんでしょうけど。自0倍されてるけどね、ボッチんはね。 冷たい夢っていうのは夢が叶わないってことなんでしょうかね。いやあ、この歌詞いいね、やっぱり。幼いと青臭いね。 あのー、心を持って、持っていくのね。このあたりないよな、ほんとに。いや、いいなー。いいんですよ。もう、ほ明るくもないしっていうね。次回はここですね。八景です。はい。 えー、ということで、ウォッチザロック第5話でございました。いやね、あの、いやで、あの、ライブシーン、オーディションのシーンに関してなんですけど、まあ、あの、まあ、もちろんね、すごいんですよ。あの、当たり前ですけど。あの、素晴らしいんですけど、ま、あなんでしょうね。あの、CD のフル活用感がちょっと否めないシーンが、まあまああるというか、 うん、ちょっとね、そこはね、やっぱり、あの、すごいすごいと、まあ、あの、もてはやされるレベルには、まあ、まだいってないっていうのはね、正直な感想で、でも、あの、ダメというわけじゃなくて、まあ、ここからどんどん上げていきますよっていう意味の、での一番、なんでしょうね、あの、低いスタートラインって言ったらいいんですかね、まあ、 あの、スタートラインに立ってる作画ですよ、みたいな、そういう感じなので、あ、こっから多分どんどん上げていくんだろうなとは、まあ、まあ個人的には思って、まあその通りになったんですけどねそう。そういう意味では、まあいい、なんでしょうね。演奏シーンだったのかなと思いますね。ただまあなんか、初めて見た時あ、ああ演奏シーン、指示多そうだな、って思ってた。 けど、まあ、期待通りではなかったかな、みたいな、そういうのは、まあ、ありましたね。はい。何でしなんか、ここは、ちょっと、軽音の方が、作画に軍配ありかもしれないです。やっぱり、10年以上前なんで、CG、15年ぐらい前か。CG も、そこまで使ってないだろうし、っていう意味では、まあね、ここはちょっと、なんか、まあ、ちょっと、軽音はね、何度も言うように、まあ、どっかで見たいなとは、思うんですけどね。 まあ、いやー、でも、あのね、という、とりあえずですね、オーディション合格ということで、ああ、この先どうなっていくのか、見物でございますね。はーい。ああ、今回なー、本当に、にじかちゃんとね、あのー、えたっぴでも、努力する、努力は伝わるっていうのはね、これはあのー、ねー、やっぱ、ちょっと就活を頑張ってる人は、ちょっと勇気づけられる言葉なんじゃないかと。 あと、成長って何だっていうね、ところにフォーカスする。真面目パーツがあるっていうね。<laughs> あ、これギャグ漫画じゃねえんだね、ただのっていうのはね、ありますし。うん。成長って難しいですよね、でも。主観と客観の成長なんて、そんなは、主観しかわからない中でどうしろっていうのは。でもなんか成長とかってね、 あの、ま、まあ、ボザルの場合は結束バンドっていうバンド活動をしてる上でどういうのを得られたかっていうのを、まあ多分、たあそこじゃ言えばいいんで、なんか、なんでしょうね。あの、働きを通して得たことは何ですかみたいなことをなんか、まあ、自分なりに見つけ出すのは成長なんじゃないかななんて思いますけどね。まあ、ね、は、ある程度のルは、あの、方便と言いますけど、まあ、 本当のような嘘をつくのがね、一番いいのかな、なんて。なんか思いましたね。あ,あいや、まあじゃあ、ではまあそんなところなんですけど、あ次回はですね、八景ということで、ぼっちちゃんの地元会になるんですかね。ねえ、この八景って思って、あの、京急の昔の金沢八景の言い方って八景なんですよね。あの、金沢文庫が文庫っていうようにね、 そっちのケーキの略称かよなんて思ったりしちゃうのはちょっと鉄道,鉄道マニアの佐賀みたいなもんですけど。うーん。ああまあ、実際でも金沢八景はね、シーサイドラインもあるから、まあある程度重要な駅っちゃ重要な駅なんですけどね。昔は開徳すら止まってなかったんで。あんなところですね。はい。 いやね、いやということで、ポ、えー、ッチザロックリバイバル実況は、えー、この辺りで、えー、おしまいにしたいというふうに思います。ですね、あの来週は先ほど言った通り、えー、第6話八景で、えー、ございます。またこの時間に、ね、投稿しようと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、えー、ご視聴ありがとうございました。